和食はもちろん、フレンチにイタリアン、地産地消とエコをモットーに、国境を越えたアイデア料理人、柿崎富士子さんの登場です。柿崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは旬のナスで1週間となっています。そして今日の食はこの後すぐお送りします。グッジョブの長谷川アナウンサーです。今日もがっつりいただきます。はい、美味しく食べてください、はい、今日は柿崎さんにこちらを教えてもらいます。旬のナスを使ってとんかつにするんですね、はい、ナスとチーズのとんかつ、そして色が鮮やかな野菜ソース添えと、はい、このソースが揚げ物にもよく合いますね。そうですね、はい、ぜひ皆さんソースの作り方もね全部覚えてください。さあ、そして今週も素敵なプレゼントが当たりますよ。ラクマQ、RCC のアプリイラウで今画面に出ています。今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただくと抽選で豪華なプレゼントが当たります。うちのアナウンス部長です、はい、今週のプレゼントは東広島にある人気のパン店カントリーグレインのパンセットを5人の方にプレゼントです。国産小麦 100% の無添加もっちりパンで、卵や乳製品は一切使っていないのでアレルギーがある方でも安心なんですね。参加するだけで OK ですので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、それではナスとチーズのとんかつ、はい、早速クッキングスタートです、はい、それではナスを切っていきます、はい、ここですね、4等分、端を切って、はい、薄切りに何ミリ、5ミリ、5ミリ、あ、もうちょっと薄いかな3ミリ、5ミリ、5ミリ、いや、もうちょっと薄いかな何ミリなんですか、3ミリぐらいです、はい、3ミリぐらい、はい、じゃあこれで、はい、3ミリから5ミリぐらいということですね、はい、それではこちらに塩を振っていきますね。これで、はい、両面に塩を振ります。これ振ると結構いろいろといいんですよ、お役立ちなんですよ、はい、いろいろお役立ち、はい、ポイントがありますけれども、はい、ナスでに塩を振っておくと早く焼けるのと、それとあのアク取りにもアクも取れますので、ぜひ、はい、やっぱ水分がそれだけ出るんでしょうね。そうですね、うん、はい、で空気遮断するからあのアクも取れるって感じですね。なるほど、はい、さあ、それでは先ほどの残った、はい、端っこのナスですね、はいはい、今日はもうこのとここだけ使いますけど、もちろんあの頭と先っぽも使ってくださいね。こういった、はい、余ったところは、はい、これソースに使います。はい、はいはい、じゃあこれを切っていきます。これもだからみじん切りですか。はい、みじん切りにしていきます、うん、だからナスのとんかつを、はい、ナスの入ったソースでいただくそうなんです。ナス好きにはたまらないですね。そうですね、たまりませんね。飛鳥さんナス好きですか。ナス大好きですね。よかったですよ、はいはい、楽しみですね、はいはい、じゃあこれ今旬でね、スーパーでも安くなってますからね。そうですね、はい、油対象もいいですしね、はい、こちらはソース用になっています、はいはい、さ、そうしました。これ一旦割りまして、はいはい、その他の野菜ですね、はい、トマトもざっとあの小ぶりのざく切りですね、はい、2分の1個分です、はい、それからピーマンもみじん切りにしております。はい、さあ、こちらも2分の1個分のピーマンですね、はい、うん、じゃあこれからカツを作っていきますけれども、はい、先ほどのこんなに水が、はい、アクが取れます。これがだいたい5分ぐらい置いたら、ね、これぐらい、はい、しっかり水が出るんですね、でどうしても気になれば、あの塩分ね結構してあの強いですから、洗っていただいて水拭いて取っていただいて、水を拭いていただいてもいいですね。あ、ここはじゃあ、はい、そのナスについた塩をちょっと取った方がいいわけですね。そうですね、結構おりましたからさあ、ちゃんとできたかな、拭けましたかね。はい、しっかりここは水気を拭き取ってください、はいはい、揚げるのもね水があると跳ねたりします。はい、さあ、そうしましたらこの上にチーズを乗せていきますね。チーズを、ですからチーズの長さより少し長めに切ったんですね、ナスを。はい、これこんな風に半分に折ります。はい、はい、スライスチーズを半分に折って、でこれで重ねていきますね。ナスでサンドイッチ、はい、うん、そうしまして、これをいよいよ豚肉でからあのくるんでいきます。はい、今日はあの、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。今日はあのロースですけれども、まああのバラ肉でもお好みのものをお使いください。こうかな、はい、じゃあこうして、で今日はねボリュームも出ますけど薄切りですから案外早く火が通りますよ。これだから豚ロース、はい、とにかく薄切りの豚肉で巻けばいいですね。そうです、そうです、はい、そうなんです。豚バラとかでもいいんですか。はい、あ、そうです、豚バラでも。さあ、それから今度はここにねお水、はい、と水を入れて、
ここからはいつもの揚げ物の要領なんですが、卵液ですね、はい、卵2分の1個に対して、はい、今お水が大さじ1入りました。これもポイントなんですけれど、少し薄めにした方が絡みやすいですね。ですから少し水で薄めてください。こんな感じでしょうか。さあ、そうしましたら、はい、絡みやすくなると、はい、じゃあいよいよ絡めていきます。強力粉ですね、大好きな強力粉。柿田さんは強力粉が大好き。大好き。なぜなんですか。薄力粉はダメなんですか。薄力粉にはちょっと冷たいです。冷たい。そうです。よくわかりません、ね。ちょっと理由があるんですよね。理由があるんです。あの強力粉の方が辛み少ししか絡まないから、結局他のものがたっぷりついて美味しいかななんて個人的に思っております。なるほど。個人的には私よくわかりませんでした。そうですか。柿崎さんの説では強力粉は薄力粉にできること全部補えると。補える。だから強力粉だけでいいと。はい。ただ薄力粉には強力粉にしかできないことがあると。そうなんです。そうなんです、はい、なるほど。そういうことで分かったような分からないの。私個人的には両方応援したいと思います。そうですか。強力粉の方がなんとなく便利ということなんですね。そうですね、ね、はい、はい、パンもね焼けますしね、いろんなことが。はい、さあさあこれを揚げていきますね、はい、まずこちらですけど、油ね、今日はねちょっと時間の関係で少し多めにしてますけれども、ご自宅でしたらこの半分くらいで大丈夫ですよ。今日これでも油多めのぐらいですね、はい、はい、もっと少なくてもいい。少なくて大丈夫なんです、うん、ちょうどだから半分浸かるか浸からないぐらいですか。そうですね、半分浸かればいいかなって感じですね。これだからもっとゆっくりじっくり揚げるときはもう3分の1ぐらい、3分の1ぐらいで大丈夫です、うん、さあさあ今度はソースを作っていこうと思います、はい、こちらですね、バターを溶かしておりますので、いろんなものを入れてますね。何から入れていきましょうか。野菜ですね、全部バター溶かしてます。はい、ここに ありがとうございます。こちらと、さあこれですね、今入れまして、溶かしたバターでみじん切りにした野菜を炒めていくわけですね、はいはい、でこれにね、私のいつものようにちょっとまた塩を振りますね、はい、そうすると早く火が通るし旨味を引き出しますから、このくらいかな、はい、ついてますよね。でトマトが煮崩れたらできますので、はい、ここでお塩をしてトマトがクタッとなるまで炒めて、はい、そうですね、はい、うん、トマトがとりあえずクタクタとなったら大丈夫です。今日はだから柿田さん、このバターと野菜のみじん切りだけでソース作れるんですね。あと塩コショウ。あと塩コショウですもんね。トマトがね、グルタミン酸がっていう出汁出るんですよね、トマトから。色も綺麗ですし。長谷川さん、揚げ物ですけどソースが野菜っていうのはちょっと罪悪感なくていいですよね。本当になんかこう爽やかにも食べられますし ね、なんかもう体にも良さそうですし、はい、いいですよね。これいろんな揚げ物にも合うそうですね。そうですね、はい。あとこちらがしっかり味が濃い場合はこちら優しく、優しい野菜ソースでいいかなと思います、はい、さあさあこんな感じだいぶこう煮崩れて、カツの方はどうですか。心配ですね、ほっといてこちらばっかり乗ってたちょっとこちらが気になってきます。ちょっとそれでは様子を見ましょうか、はい、どうかなと思う。まだ早いですかね。どうでしょうか。半分ぐらい色が変わってたらね、ちょっと見ていただきましょうか。どんなでしょうか。まあまあいい感じですね、いい感じですね、ちょうど。はい、じゃあもう一回サラダに、サラダソースに戻る。あ、はい、ソースもいい感じですよ。これちょうどトマトがクタッとして、はい、クタッとなります。とろみも出てきましたね、はい、そうしましたらソースに先ほど塩振りましたから、あ、今塩だけですね、はい、でこれもチーズも入ってますからね、こちらはもう胡椒だけで、まあ、お好みですけど胡椒振ればソースできるんですけれど、塩をさっきしました。続いて胡椒ですね、はいはい、これに胡椒振らなきゃいけない。胡椒を振りまして、それで、まあ、この時期ですから枝豆を茹でたものを入れていきます。胡椒を効かしてここで茹でた枝豆を、はいはいはい、でこれでもう火消しときましょう。もう火止めました、はい、枝豆入れたらもう火すぐ止めていいですね。はい、せっかくの色が綺麗ですからこのままで、確かに色も綺麗ですね。あ、消えた。さあさあこれがどのくらい色がついてるでしょうか。いいですかね。あ、
が早いんですよね、揚げられるのが。そうか、豚肉は外側に薄いのが巻いてあるだけだから、薄く巻いてるだけですから、火の通りも早いんですね。はい、火の通りが早いんですね。油の始末もね、結構楽ですから。あ、ちょっとチーズが飛び出してきてて、はい、いいですね。さあさあ、これを盛り付けていきます。こちらに置きまして、それで、はい、こちらですね、ソースを、あ、これだ、ありました、ありました。こちらにソースをかけたら出来上がりです、うん、しっかりでもボリュームもありますね、カツとしてね。そうですね、ナスが相当いい役を働いてくれてます。あ、このソースも綺麗ですね。出来上がりました、はい、こちらでナスとチーズのとんかつ野菜ソース添え、20分で出来上がりです。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。ナスがスーパーの店頭に安価で並び始めましたね。旬の安くて美味しいタイミングでナスをたくさん食べましょう。ナスは塩をして水気を出してから豚肉で巻くことで水っぽさを抑えることができます。またフライの衣を作る際には卵に水を加えると絡みやすくなるんですね。ぜひ皆さんも作ってみてください。野菜ソースもおすすめです。では瀬川さん、どうぞ。はい、いただきます。いや、もう香りがいいですからね。あ、もうこのナイフを入れた瞬間にこのサクサク感が伝わってまいりますよ。わー、チーズも出てきて、はい、出ていいですね。さあ、ソースをたっぷりつけて。熱いですか？熱いかも。じゃあちょっと、はい、お、熱っ、うん、お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 、熱い。何ですか？おいしい。え、おいしい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 、ここ、あこがふるん、作業しか喋れないっていうここ、ごっかん、ここ、あこがふるん、うん、うん、膜が結構まあそうですね、揚げたてのカツに、出来たての熱々ソースをかけてますから冷める要素はないですね。そうですね。いや、でもこれ本当に夏を丸ごといただける感じです。あ、確かに中からね、チーズも出てきますし、この野菜ソースが本当効いてます、うん、バッチリです、ね、旬のナスの美味しさが味わえますね。そうですね、はい、ナス好きの方ぜひ作ってみてください。さあ、明日なんですが、中華の第3ですか、三滝荘の鈴木さんですね。すいません、今お名前がこれ間違っておりました、明日はですね、和食です。三滝荘の鈴木さんにナスとキノコの味噌煮込み、ナスとキノコの味噌煮込みを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。柿崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。